千久氏名は、中華民国の実業家、銀行家、政治家。石膏財閥とのコネクションを有する銀行家として知られ、銀行、実業界で活動して、国民政府を支えた。字は、新能。番、豪派北関老人。祖籍は、石膏省古州福レ教犬。1897年、上海育才学堂に入学し、1902年、 小立天津北洋大学で財政経済学を学んだ。翌年、日本に留学し、神戸高等商業学校で学んでいる。1909年に帰国し、その翌年に、公立南京高等商業学校で教鞭を取った。中華民国が成立すると、先日氏名は陳その美の推薦もあって、北京政府で、真の急農工場部接収事務に携わった。 1913年に第二革命が起きると、1は北京政府を離れ、実業家として活動する。1917年、公園土河浦と共に、中華職業教育者の設立に参加した。同年、長剣の紹介により、交通銀行上海文庫副経理に就任する。翌年、上海銀行公開会長に就任し、1922年、長が、 交通銀行上海文行総理となると、千は協議として、これを支えた。1925年5月、超、千ともに職を辞する。千は、翌1926年に4行連合貯蓄会、副主任権4両連合準備子主任に任せられた。千久氏名別映像の後、千久氏名は国民政府に転じ1927年2月、 石膏商財務委員会委員に任せられる。3月、上海商業連合会場務委員、上海財政委員会委員に任せられた。5月、中央銀行副業長に起用され、さらに、国民政府財政部次長、中央財政委員会委員を兼任している。線は、石膏財閥とのコネクションを生かして、軍事費等の年出に苦しむ小解析らのために、交際、 国庫県発行などで協力し、また、省の上海クーデターも支持した。8月、千久氏名は、関税委員会委員となり、さらに財政部部長を代理した。以後、国民政府建設委員会委員、中央銀行理事会理事、石膏省政府財政庁庁長,長、交通銀行常務、同事などを歴任した。1929年に一旦実業会に転じ。 中高説高校士総経理、中高臨戦講師当事長、中華職業教育者、東古都会主席などを務めた。なお1931年1月に中フランス講師に任ぜられたが、実際には赴任していない。第一次上海事変勃発後、千久氏名は上海地方維持会理事となり、1934年には同会副会長に任ぜられた。 その前の1933年4月には全国航空建設会委員に任ぜられ、同年には公衆電力公使を設立している。1935年、中国銀行、交通銀行が解雇されると、千が両校の常務等ごととなった。日中戦争が勃発すると、千久氏名は土月将来と協力して、上海各界公的講演会を組織した。 上海陥落後の1937年11月、センと森は、香港に移り、中国クレナイ十字会総弁寺所と,と、ぎやかずみ委員会第九区事務所を設立している。1938年6月、センは、第一期国民賛成会賛成員に選出され、8月には、交通銀行当事長に任せられた。翌年9月、中央、中国、交通、 中国農民が4両連合弁事所を設立すると、千が常務理事となっている。1941年8月、重慶に移り、森と協力して中華実業を信託講師を創設、千は常務党ごととなった。1943年に森が通財講師を設立すると、千も交通銀行を通して投資し、その常務党ごととなっている。 戦後の1946年1月、千久氏指名は、重慶で開催された中国政治協商会議に出席した。その後、上海に戻り、江北水田行士、中国遠慮行士、上海、新聞法など、複数の企業で当事長などを務めた。10月、政権国民大会代表に選出される。翌年4月、 ビキン交際関ツのる委員会主任委員となり、1948年には雪のり国民大会代表に当選した。同年、都月賞と復興工業講師の設立準備を進めている。1949年、1000氏名は香港に移る。その翌年3月に千は復興工業講師を台湾へ移転させたが、間もなく病気により退職した。 1958年6月19日、台北市にて病没。去年74。ありがとうございます。